やっと終わったな。ホリーコトーンが今シーズンを終え、心境をとろ。オフに叶えたい願望も明かす、国内女子プロゴルフ、JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップ。11月24から27日。宮崎カントリークラブ、宮崎県。6487ヤードパー72、日本女子プロゴルフ協会、JLPGA の公式インスタグラムが更新され、 琴ンがインタビューに応じる姿が動画で公開されました。日本女子プロゴルフ協会 JLPGA 公式インスタグラムより11月24日から27日まで開催され、山下美夢優の優勝で幕を閉じた国内女子ツアーの最終戦 JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップ。ホリも同大会に出場し、 通算セブンアンダーの10位タイで4日間の戦いを終えました。JLPGA の公式インスタでは、大会終了後に撮影された堀のインタビュー動画を公開、試合を終えて、やっと終わったな、って感じですと心境を語った堀は、続けて取りこぼした部分が何個も何個もあったので、そこが悔しいなと思いますと、今大会の自身のプレーについて振り返りました。さらに、 シーズンを終えて今一番思うことは、と聞かれた堀は長かったな、って感じですと回答。シード選手として通年出場したことや優勝できたこと、いろいろな反省点など、たくさんの出来事があったことから、疲れが出たことを理由として語っています。また、オフシーズンの過ごし方について、 ゴルフのトレーニングは欠かさず続けることを踏まえた上で、一日中ショッピングしてみたいと願望を明かして堀、最後に、今年一年間応援していただきありがとうございました。また来年頑張りたいと思います。などとファンへメッセージを送り、動画が締めくくられています。この投稿にファンからは、全英オープンは忘れられません。一年間お疲れ様でした。ゆっくり休んでね。ぜひショッピング楽しんでください。 たくさんのスマイルありがとう、などの声が寄せられています。堀。こと、音。堀、ことね。1996年3月3日生まれ。徳島県出身。姉は女子プロゴルファーの堀夏香。2010。